おいおい、こんなの見たことねえぞ。あれが最近よく聞くオーロラか。こうなるとフェニックスが関連していそうだよね。え？反対側に見えるあれは竜巻じゃねえか？ありゃすげえ大きさだ。島が巻き込まれたら吹っ飛んじまうぞ。赤いオーロラと超巨大竜巻か。まるでこの世の終わりみてえだな。さて、この子供についてまずは聞きたいのだが。あ、ナナシちゃん、私たちは味方ですから怖がらないでください。それはどうだろうな。フェニックスのかけらなんて言われたら手放しには迎え入れられねえ。なんてこと言うんだよ。特にこいつにとってはな。アブラメリン、落ち着いて。ナナシは俺を助けてくれた味方だよ。お前の追うフェニックスじゃない。子供は手にかけん。ただ、何か。どうした？ダメだ。消えてしまった。何か思い出しかけた気がしたんだが、掴みきれなかったようだ。いずれにせよ、俺は攻撃なんてしない。ただ、知っていることは教えてほしい。フェニックスと君についてだ。ナナシはフェニックスのかけらで。かけらってのがそもそも何なんだ？フェニックスは昔、二つに分かれたんだよ。ナナシは分かれた小さい方だよ。はあ、そのようなことがあったとは。神に起きたことと同じことが、フェニックスにも起きていたのか。不死殺しを食らったわけだな。ナナシ、順を追って話してくれる？ゆっくりでいいからね。ナナシは不老不死じゃないんだよ。はじめはずっとちっちゃくて、最初はこれぐらいしかなくて。神のように真っ二つというほどではなかったわけだな。霧だ。テフヌトだな。お邪魔いたします。今は攻撃の意思はありません。牧者の目的が知られてしまったと思い、意思の疎通ぐらいはしておきたく。フェニックスが死ねばあんたたちもヤバいって話だろ。
聞いたさ。その通りです。フェニックスが使おうとしている凶器を私たちは事前に破壊したいのです。凶器って、そんな、あなたたちが追い込まれていることは俺たちにだってわかりますが。こっちだって譲れないね。団長を勝手に道具扱いしてるフェニックスにも腹が立つよ。そちらの立場からすればそうでしょう。だからとても悲しいのです。私は争いを望みません。なぜなら疲れるだけなので。できることなら空の民と争うことなく気が済むまでずっと横になっていたいと思っているぐらいです。この姉ちゃんただの怠け者か？こいつはそういうやつなんだ。しかし一つ間違いがあります。永遠を生きるフェニックスからすれば全てが道具なのです。全て？得意点だけでなく他の皆様もおそらく私たち牧者7体も。6だろ。お前たちは6体のはずだ。いつの間に増えた？テフヌト、ラー、オシリス、ホルス、ベンヌ、アテム。やはり6だ。ハウヘトを忘れているようですね。知らんな。俺はお前たちを以前から知っている。お前たちが6体だったことは俺の記憶でも確かなことだ。さっき乗り込んだ船の甲板に見知らぬ青少女らしき女がいた。サブリナをさらった女だった。あれがハウヘトというのか？いえ、あの人からは青少女の気配を感じませんでした。青の少女ルリア、それは本当ですか？はい、講演祭の会場で出会った時に青少女じゃないことに気づいて。でも炎の魔法で襲ってきたぜ。すぐにどっか行っちまったけどよ。何だったんだ。テフちゃんおかえり。得意点のとこ行ってたんでしょ？勝手な真似をするな。一人で奴らと戦っていたのか。我も連れて行け。ハウヘト、あなたは何者ですか？どういう意味でしょうか？我ら牧者は運命を同じくした兄弟。
数ある青少獣の中の稀有な一群。持って回った言い回しだな、テフヌトよ。何が言いたい？これまでフェニックスを追い求めてきた旅の記憶にハウヘトの姿がないのです。あなたはいつから私たちの中にいたのですか？どこで紛れ込んだのやら。なぜそのように思うのでしょうか。まさかとは思うが、テフヌトは気空団に操られているのではないか。考えられる。人間は小細工を弄するからな。我らの不和を狙う腹積もりか。私は操られてなど。まさか操られていた。これまでずっと私が、いえ私たちが、あなたたちが今まさに操られている。決定的だな。テフヌトは気空団に何か押し込まれたようだ。操作というより洗脳が近そうだ。どちらにせよ青少獣が何という失態を。待て。ハウヘトに聞けばよかろう。いや、私がテフヌトの代わりに本人に尋ねてみよう。ハウヘト、お前は何者だ、とな。ようやく気づいたのね。ずいぶん時間がかかったわね。こうして顔を合わせるのは初めてになるかしら。あなたたちからすれば。我らが操られていたというのか。まさかコアか。あなたたちのコアにある私の肺があなたたちの認知を歪めた。私を昔からの仲間と思うように。そうなの？そのようなことが可能ということは、私たちは永遠に。テフヌト、私を見ろ。アトム。何も変わらない。むしろ
目的が自ら私たちの前に現れてくれたではないか。結論付けるには早すぎるぞ。我らの使命に疑いを持つ必要などどこにもないのだ。失態でした。あなたの言う通りです。戦いましょう。さあ、あなたたちの最終目標が目の前にいるのよ。すべきことは一つじゃないかしら。その通りだ、フェニックスよ。貴様の身柄、ここで我らのものとする。殿下、竜巻が発生しています。屋外は危険かと。僕のことは心配しなくていい。今はあの気空団と戦うことだけを考えるんだ。誰かがやらなくてはいけない。それなら僕がやる。空の平和を守らなくては。殿下の崇高なるお考えに我々も賛同いたします。しかし騎士団長も心配でして。あの気空団は騎士団長の救助に向かってくれたのですが。ああ、そうだったね。サブリナを預かるのが先のようだ。堂々と身柄を要求すればいい。彼らは悪ではないんだ。ちゃんと引き渡してくれるよ。安心していい。もし渡してくれなかったら賊も同然だけどね。何でしょう。何か上から落ちてきたような。確認してみます。なんだこいつは。気をつけろ、何か危険だ。あれはまさか。隔離よってやつだよね。空の底にうじゃうじゃいるっていう。竜巻だよ、スルム殿。竜巻が隔離用の住人を空の世界に運んできたんだ。なんだって。巻き込まれた隔離用の住人がこれから続々とやってくるかもしれない。
噂をすれば。消えろ。このペースでこいつらが現れたら、ポートブリーズが隔離用に染まるのも時間の問題だな。偵察はここまでか。スルム殿、油断しないでね。誰に言ってる。行くぞドランク。よし、そろそろ港に入るぞ。ワン、イフィアシュ。言いましたか。いや、こいつじゃねえ。でもオイラもささやき声みたいなのを聞いたような。何か妙な感覚が。ん？グランサイファーがねえぞ。今の今まで乗ってたってのに。現実には見えねえよな。どこ見回しても不安になる景色だぜ。 B 様、これは夢ではない。目に見えるものは幻ではなく、全て実在している。メイガス、彼女でしょうね。ああ、奴の気配を感じる。こんな大空間を一瞬で展開するとは。上空から見てみよう。団長たちは待っていてくれ。こんなところに閉じ込めて何をするつもりだ。あ、サンダルフォン様。ラジエル。いや、よかった。あ、いえ、よくはないですけど。私、船から逃げて地上に降りようとしたんですけど、気づいたらここに迷い込んでて。そうか、君もメイガスに捕まったわけだな。メイガスって、アストロトの配下のあのメイガスですか。君は知らなかったのか。奴もポートブリーズに来ている。私よりも早くフェニックスを調べていた原初獣。彼女は眠りについたはずでは。そのメイガスが復活しているのならば、やはりフェニックスの力は。残すは情報だけ。
やめろ、ラジエル。サンダルフォン様、質問があります。やめろと言ったんだ。俺はもう君の目的に気づいている。君が数日間グランサイファーを観察していた理由も分かった。探していたのだろう。それならばナオのことをお聞きしたいんです。聞いてどうする。フェニックスから力を分けてもらう算段などないはずだ。怪眼ですね。少ない情報からそこにたどり着くなんて。蘇ったメイガス、彼女が持つアスタロトの意外、そして君という存在だ。そういうことですか。確かに私はメイガスと似た立場かもしれませんね。ではお聞きします。やめろ、天使がそんな言葉を口にするな。聞かせてください。ルシフェル様の見印をどこに埋葬したのですか。やめろと言ったはずだ。どうする。眠りについたルシフェル様をフェニックスの力で。蘇らせたいんです。フェニックスの涙で。やはり涙か。そうですよ、涙ですよ。フェニックスの得意性は不老不死の血だけではないんです。涙には治癒だけでなく死者蘇生の力があるんです。それも完全な形で。どうかお願いします。どうか。蘇生には意外が必要なんです。ルシフェル様の見印が。君はどうするつもりだ。意外を抱いてこの空をさまようのか。メイガスのように。やはり形は保たれているのですね。ルシフェル様のご遺体ならばきっとそうだと思っていました。ラジエル、君は落ち着くべきだ。落ち着いてなんていられません。待ってください。こいつは。パンデモニウムの中で見た大きな女の人とそっくりです。
いや、この気配はメインガスだ。姿形が変わっている。イメチェンというやつだな。敬愛するアステロト様の名誉のために一つ言っておく。私はメイガスだ。この姿はあくまで私の力を私自身の魔法によって高めた末にたどり着いた姿。魔法と言い漏らしたな。この空間がそういうことか。魔空間アルカウン、私が作り上げたこの庭の名だ。客人よ、自由にくつろぐといい。それともう一つ言っておく。じゃあ二つじゃねえか。赤き竜の口を閉じた。少し黙っていろ。 B 様、おとなしくしていてくれ。どうやらこの空間では奴の思いのままのようじゃ。パンデモニウム内で私がお前たちに負けたのはあくまで私のせいだ。え？私の魔法が未熟なせいでアスタロト様を完全な形で復活させられなかった。融合までしていただいたのに、それでも私の力が劣ってしまい、内部で実に不安定な状態を招いた。本来であればもっと大々しく勇ましい立ち姿になったであろうに、私の色が濃く出てしまったのだ。あの時の私はアスタロト様ではなく、あくまでこのメイガスだ。いいな、このことを覚えておけ、得意点。そんなことを言うために俺たちをここに閉じ込めたのか。聞け、火種。火種？私はアスタロト様がルシフェルに撃たれた後、フェニックスを追うことにした。フェニックスの涙ならばアスタロト様を復活させることができるからだ。だがその企みもルシファーに気づかれ、命令を受けたルシフェルに私は敗れた。そしてリンネの星小獣パンデモニウムに封印されたわけだが、そこにやってきたのがお前たちだ。そこで何が起きたかは先ほど私が言った通りだ。パンデモニウムはその後崩壊して空の底に落ちた。事前に逃げ出した者もいるようだが、私はそのまま落ち、この体は粉々になったはずだ。
ここは。私は目を覚ますと赤き地平にいた。傍らにいたのはフェニックスだ。起きたわな。フェニックス、ということはまさか、まさか私は。私の涙でよみがえったのよ。なんということだ。いや、なぜ私をよみがえらせたのにアスタロト様をよみがえらせていない。長い付き合いだったあなたにお別れを言いたかっただけよ。わかる。30億年続いたこの生をそろそろ終わらせようと思うの。もう疲れてしまったから。聞けば血を分け与えれば創生神の力を宿す存在がいるという。それはパンデモニウムに入り込み私を撃った得意点だという話だ。フェニックスは創生神の力を育て上げ自分の真の像を指す鋭利な刃とする腹積もりであると。そうです。お前は？私はラジエル。あなたはメイガスですね。ああそうか、ルシフェルも。お前の存在も含め最近のことはフェニックスから聞いている。私もあなたと同じくフェニックスが自死を望んでいることを打ち明けられたんです。だから私はそれを阻止しようと。やっと口が開いたぜ。ひでえ目にあった。あいつ何笑ってんだ。何がおかしいんですか。やれやれ、フェニックスもお前も私を笑い殺すつもりか。何を言い出すかと思えばもう疲れてしまったから。他者との会話が少ないから下手なのだろうが、つくならもっとマシな嘘をつけ。30億年を生きる生命がなぜ今更自殺など考える。ありえぬことではないか。そもそもお前からすれば6000年前など昨日と同じ。なぜたった一日で心変わりする。本物の創生神に殺してもらえば済んだ話ではないか。よってお前のそれは嘘だ。問題は
なぜ自殺などという見え透いた嘘をついたかだが、わざわざ私を生き返らせたことが関連しているのだろう。つまり私を騙して動かしたいわけだ。ああ待て、何も言うな。私に当てさせてくれ。謎解きは得意なのだ。それにもうだいぶ分かりかけてきたぞ。私がお前の本心を当ててやろう。私を蘇らせた一方、口惜しいことにアスタロト様を蘇らせていない。そういえばお前を追う牧者は、お前が自死を望んでいると知れば必ず妨害に動くだろうな。だがお前には容易に追いつけない。故に牧者たちが狙うは得意点と呼ばれる空の民か。そうか、フェニックス、お前の企みが分かったぞ。お前はその得意点を殺したいのだ。ただしそれだけでは済まない。殺したいなら自分で殺せばいい。つまりお前が望むのは争いだ。空の世界と星の世界の衝突、いわば。第二次白空戦争を企んでいるな。第二次白空戦争だって。そんな、まさか。この天使は本当に愚かだ。あんな嘘まで信じるとはな。まるでおぼこではないか。フェニックスは何と答えた。第二次白空戦争など可能だと考えているのか。あやつの力があればそんなことはたやすい。だが話には続きがある。もとよりお前は太陽生物、空の世界に収まる存在ではない。となると月の世界もか。空の世界で空の民と星の民を争わせ、その後月の民をここに侵攻させる。三世界が衝突すれば不可逆的な壊滅をもたらすだろう。第三次は決して起きぬぐらいには。つまりお前にとって得意点は火種だ。第二次白空戦争の火種とし抹殺させたいのだろう。あなたは騙せないのね。侮るな。私は誇り高き原初獣メイガスだ。お前がアスタロト様を蘇生させない理由は、涙という餌で私を釣るためだな。
空戦争を起こさせるべく私を暗に動かそうとしたのだろう。素晴らしいわ。それに気づかぬままラジエルはまんまと動いたのに。聞いたことがある名だ。そのラジエルという天使からすれば、お前が死んでしまうとルシフェル復活の方法を永久に失う。故に得意点抹殺に動いているわけか。涙ぐましい努力だ。そしてお前は私を同じ方法で動かそうともしたということだな。死者蘇生を完全な形で叶えるその涙、不老不死をたやすく与えるその血、お前の体は争いの種でできているな。それで、あなたはどうするつもり？協力しよう。あら、私の考えを知りながら私に力を貸すというの？せっかく生き返ったのだ。もう死にたくはないからな。今私を殺そうとしただろう。頼みを断った瞬間、お前が私の首をはねるつもりだったことはわかる。それにお前の企みを知っていようと、私に復活を望むお方がいることは依然として変わりないのだからな。私が涙を与えると思うの？思わぬ。だが希望とは絶望の中でもどうやら捨てきれないものらしい。結局私もラジエルという天使と何も変わらないというわけか。私はまんまと得意点が創生神の力にたどり着くことをフェニックスが危惧しているのは確かと言っていいだろう。しかし得意点を殺すだけではなく、それを生んだ世界ごと終わらせてしまうつもりのようだ。あなたの目的は何なのですか？それが不明だな。フェニックスとのやり取りをなぜ私たちに話した？私はフェニックスと取引するつもりだ。火種を餌にしてな。取引ですか？今は私が展開するこの魔空間アルカウンに火種を隠している状態だ。フェニックスとて入ることはできぬ。私は火種とフェニックスの涙を交換するつもりだ。だからここでおとなしくしていろ。で、俺様たちに何の利点もないのにそれに付き合えと？
前はフェニックスの涙とこいつの身柄を交換したいそうだが、俺様たちがはいそうですかと協力するとでも思ったか。一時的にせよ身柄を安全な場に移してやっていることが理解できないのか。安全な場所？この化け物の腹の中みたいな場所がか。異物が紛れ込んでいたようだ。炎は好きか？それとも雷か？氷も用意できるが。何を言って。おい、どうしたんだ。近づくな。こいつ毒を凍らせてやがったのか。ほう、まだ喋れるとはな。魔法で作り出した猛毒だぞ。だがこれでとどめだ。その翼は。飛空団に痛いことするのは絶対にダメなんだよ。なんという速さ。いや、その翼はフェニックスの。どういうことだ。よそ見する子はおしおきだぞ。あの猛毒を吸ってまだ立つというのか。あいにくこっちも不死みたいなもんでね。毒の分解はもう済んでるし、壊れた組織は新たに錬成済みだ。ま、礼を言っとくぜ、ガキンチョ。ナナシだよ、ガキンチョって。そっちもナナシと変わらないんだよ。私はお前たちを見くびっていたようだ。かつてアスタロト様と融合した結果、巨大化したこの体だが、ここではできないと思うか。ここは魔空間アルカウン。私の腹の中も同然だ。得意点と不老不死のアブラメリン、そしてフェニックスの翼を持つ子供、三人を残して踏みつぶしてやろうか。まずいぞ。
これは困ったかもしれないな。この空間はおそらくあらゆる条件がメーガスに有利に働くのだろう。巨大化された彼女から逃げることは難しそうですね。それじゃとっととここから出りゃいいってことだな。貴様、それじゃ巨大化でも何でも一人で好きにやっててね。おい、何やってんだ。この黒い玉は何だよ。空間を分解して穴を開けてんだよ。奴の陣地にとどまる理由はねえはずだぜ。おう、そりゃそうだな。私がそれをさせると思うか。まあ妨害するよな。腹立たしいがこの攻防、やつの方が幾分か有利だ。なんだ。揺れてます。どうしたんでしょう。違うよ。揺れてるのはソラモだよ。ナナシも揺れてるんだよ。ありえない。フェニックス、フェニックス、これがフェニックス。フェニックス、貴様なぜここに。私に見つけられない空間はないわ。それにあなたが裏切ることも私は分かっていたもの。嘘をついたんですか、ラジエル。フェニックス、答えてください。自死を望んでいるというのは嘘だったんですか。天使ラジエル。違いますよね。私はあなたとお友達になれたと思っていたんですが。私の長い生の中においてあなたほど組みしやすい存在はいなかったわ。得意点、私の目的を知ったようね。どうして世界を終わらせようなんて考えているんですか。自然なことだからよ。自然？そいつの考えなんざ知るか。どうあれ、ここで倒しちまえば
全て丸く収まるはずだぜ。カリオストロの言う通りだよね。セオドリクをたぶらかした報い受けてもらおうか。蹴りをつけるならうってつけの展開だ。妙にあっけねえな。ナナシ、よかったのか？フェニックスが死んでしまったけど。ううん、死んでないんだよ。こいつが死ぬわけがない。見てみろ、死体から煙が。いうことか。フェニックスに死などあるはずもない。殺すことなど不可能だ。また会いましょう。得意点、あなたは余計なことは考えず、その力を振るうだけでいいのよ。火種はそこにあるだけで燃え広がるものなのだから。アルカウンが。お！魔空間に取り込まれる前から時間は経過していないように見えるな。こちらではほんの一瞬だったんだろう。メイガスの姿が見当たらねえな。でもきっとどこかで俺たちを待ち伏せてるんだろうね。別の彼女ならそこにいるけど。全て偽り。自殺なんて考えてなかったなんて。じゃあ私は何のために。団長、ラジエルのことはひとまず俺に任せてくれないか。まあ天使同士の方がいいだろうな。
騎士団長サブリナはいずこに？ここだよ。心配かけたね。地上の方はどうだった？嵐による被害がありましたが、住民は避難させました。団長、積もる話もあるけど、まずは兵士とポートブリーズの様子を確認したいんだ。そうですよね。私たちもクリスティーナさんたちが心配ですし。また後で合流しよう。行かせていいのか？ナナシからはまだ聞くべきことがあるはずだぜ。ナナシちゃん、あまり自分から話したがっていませんでしたね。のんびりしたもんだな。クリスたちが心配だわ。ラドリスの皆さんが避難させてくれてるでしょうけど。クリス様に限ってはむしろ皆さんの避難を指揮していそうですが、それでも心配ですね。テレーズさんに同意見だな。ひとまず俺たちも別れて被害を確認しに行くか。あれ、ちょっと待って、誰かこっちに来るよ。失礼。騎士団長サブリナを預かりに伺いました。他の兵士さんと行き違いになっているわよ。は？いえ、サブリナ騎士団長を預かりに来たのは私どもだけですが。いや、そんなことねえよ。オイラたちちゃんと預けたんだからよ。周囲がこんな状況なのに他の誰が預かりに来るというのです？周囲？死ね！どういうことだ？こんな状況下であんたたちは何をのんきにしている？早く騎士団長を引き渡してください。待ってくれよ。オイラたちは一体誰にサブリナとナナシを預けたんだ？お前ごと騎士団長を渡さない気だな。やはり殿下の言うように貴様らは全空の敵というわけか。ならば。
大丈夫？ちょっと落ち着いて話さない？大変な状況になってるわ。どうして私たち何も気づけなかったの？団長さん！お前らずっと地上にいたのか？これどうなってんだ？なんで閣僚のやつらが？あの超巨大竜巻が空の底から吸い上げたらしい。続々と上から降ってきてるぞ。そんな。それよりさ、あれどういうこと？さっきサブリナちゃんたちをその隔離用に預けてたでしょ？あの二人もおとなしく閣僚と一緒にスタスタ歩き去っちゃったけど、これはあれかな、ちょっと良くない感じじゃないの？情報の偽装、いや認知への干渉か。サンダルフォン、メイガスだ。何？メイガスに魔法で何らかの術をかけられたらしい。自称誤認させる類のものだ。それ自体はすでに解消されたと思うが、まだ他にも魔法を仕掛けられている可能性がある。奴の魔法はまずい。野放しにしておくのは危険すぎる。すぐに見つけて叩け。わかった、俺が探そう。ラドリスの人たちもさっきからずっと隔離と戦ってて、そろそろやばいんだよね。だが気をつけろ。兵はお前たちのことも敵視してる。セオドリク王子が仕向けてた。背中を預けるならここにいる者たちだけにしろ。殿下も徹底してるな。困ったもんだね。難しいところだけど、ラドリスの兵士さんたちを放っておけないわよね。ラドリスに狙われながら閣僚と戦ってラドリスのことも守るってのか？できるのかよそんなこと。やらなきゃいけないの？ちょ、皆さん体力無限大っすか？今上から戻ってきたってのに。つか俺ら戦力なる？騎馬戦ならワンチャン？人手が必要だな。騎士団だの閣僚だのと、とにかく敵の頭数が多い。こういうのを使うのは俺様のポリシーに反するんだがな。
フゴーレムだぞ。危なくなったら後ろに隠れてね。美少年さん、バレンス。さて、俺はお探しかい？おかえり、シエテ。そして気空団の皆さん、僕の動きは読まれていたようだね。殿下、背後からの奇襲は2回目だよ。それじゃあ誰だって防げるさ。言ったでしょ、殺気が漏れてるって。殿下は俺に任せてくれる？ごめんね、こんな時に。でもこれは俺の戦いなんだ。誰にも渡したくなくてさ。殿下は十天衆に質問を突きつけてきただけなんだよ。答えてあげるのが頭目の役割でしょ。知恵て、君の瞳に迷いがないね。さっきは僕から攻撃されて戸惑っていたというのに。ただ僕は十天衆だけを狙っているわけじゃない。力あるものを空から排除したいんだ。団長さん、君もだ。君たちは強くなりすぎた。周囲は迷惑を被ることになるだろう。何勝手なことを言ってやがる。オイラたちはそんなことしねえぞ。意志は関係ない。強くなればなるほど存在感も大きくなるという話だよ。例えば君たちが大国の右側を通れば、大国はその方向を向いて君たちに注意を払わざるを得なくなるだろう。でも左側には多くの弱者がいる。強者の視界に入ることもできず、飢え、弱り、痩せ、闇、そして死ぬ。シエテは僕の行動を質問と言ったが、少し違う。これは提案なんだ。強者は周期的に変わるべきだという僕からの提案だ。それこそが平等な世界だと言える。だから死んでほしい。少し広いところでどうかな。殿下のひとまずのターゲットは俺のようだしね。
団長、俺はサブリナとナナシを探す。ここは任せたい。大丈夫か？例のボクシャって青少女もどっかにいると思うぜ。問題ないさ。妙にあの二人が気になるんだ。理由はわからないんだが、何か思い出しそうな気がして。気がするだけかもしれないが。二人をさらったのはさっきの。おそらくはメイガスだ。目的はナナシ。フェニックスのかけらだろうな。探すのは勝手だが気をつけろよ。追おうとすると道に迷うような、認識を阻害する魔法なんてのもかかっているかもしれねえ。なるほど、考えられるな。一度その辺の岩で頭を潰せばその魔法も解けるかもしれない。まあ有効な方法だな。奴が使う魔法の対象の捉え方にもよるが。解けるはずだ。六千年も生きてると魔法や呪いをかけられることも多い。大体死ねば治った。イカれた教訓だと思うが、貴重な年上からの言葉としてせいぜい勉強させてもらうぜ。ラジエル、大丈夫か？俺はメイガスを探しに向かうが。私はルシフェル様を復活させようと考えていました。いつかフェニックスから涙を分けてもらって。ああ。サンダルフォン様、仮にの話ですが、得意点をここで抹殺すればフェニックスは戦争なんて諦めるのでは。火種がなくなってしまえば、とりあえず計画は再考になるはず。説得の余地が生まれるかも。本当にわずかですが、ルシフェル様復活の望みはまだあるんじゃないでしょうか。その沈黙は肯定ですか？いや。どうして？サンダルフォン様はルシフェル様と得意点どちらを選ぶのですか？団長の犠牲の上にしかルシフェル様の帰還がかなわないというのなら。サンダルフォン、
望まない。団長、空の民を殺すことは空の世界の進化に反することだからだ。ルシフェル様が見守ってきた進化に、それはルシフェル様の願いや問いを踏みにじる行為に等しい。それが天使長としての俺の選択だ。そうですか。ラジエル、君に言いたいことがある。君のこれまでの行動を知ってからずっと言いたかったことだ。なんなりと。ラジエルは空の民を抹殺しようとした邪悪で愚かな天使です。どのような罰も受けるつもりで。ラジエル、君はよく頑張った。神秘を探せというルシフェル様からの命をこれまで忠実に守った。そしてルシフェル様の復活を目的に一人で苦労してきたんだろう。俺は天使として君を尊敬する。だからもうこれ以上戦わなくていい。出会った時から君に感じていた無理に気負った様子、君こそ誰よりも疲れているはずだ。私を裁かないのですか？俺に誰かを裁く資格などないことは、君の秀でた調査能力によってすでに知られているはずだ。それにルシフェル様がもしここにいれば、きっと君の苦労をいたわったはずだ。あの、私もメイガスを探しに行きます。彼女を放っておくのは危険です。北を捜索しようかと。私も参加してやる。人立ての方を探すつもりだ。わかった、俺もすぐに行く。ラジエル、君はここにいろ。俺はメイガスを探す。いえ、私も行きます。そうか、それじゃあ俺についてきてくれ。厄介だな、あのメイガスってのは。